はい、こんにちは。今日はストレスの話をしていきます。孤独はタバコを吸うくらい体に悪いことですよっていう話です。で、孤独っていうのは体に悪いことなんですよ。で、具体的にどんなことが起こるかっていうと、その幸福度っていう個人の感覚で変わるものだけではなくって、血圧が上がったりとか、あるいは痴呆になりやすかったりするっていうような効果が出てます。これっていうのはタバコを吸っても同じような害悪っていうのが存在してるんですけれども、孤独を感じる期間が長くなれば長くなるほど喫煙を続けているというのと同じくらい体に毒なんですよね。じゃあその孤独から抜け出すためにシンプルにどうしていったらいいのかっていうことを今日お話をしていこうと思います。何かというと、よく孤独から抜け出すためにやっぱり対人関係を磨いていくことっていうのが大事だっていうことをこういろいろなところで言われてたりするので、コミュニケーションスキルを磨くとか、人と積極的に会うっていうようなことがやっぱり希釈しやすいです。ところがこれって根本的な孤独から抜け出すための解決策としては意味がねえっていう話になっちゃってるんですよね。えって思うんですけど、これ約30年間の研究の中で効果的な方法ではないということが判明しました。時は確かに人と会うとか楽しい話をするとかって満たされることはあるんですけど、家に帰った後に解散して家に帰った後に孤独感っていうのがじわ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 蘇ってきてしまうんですよね。はい、そうなるとまた知らない間に吸ってないのにタバコを吸っているような状態に体が陥ってしまうと。じゃあそれはどうすればいいかっていう話なんですけど、孤独ではないっていうのは友達が多いとか、会話をうまくできるかとかっていうのは関係がないと。つまり内から外に向けて、自分の中から外に向けて何々のグループに属しているとか、いろんな人が自分の話を積極的に聞いてくれるとかって、そういうことではないと。で、何かというと、自分は人から認められていないとか、他人がどう自分のことを見ているかわからないというような外の目線から自分に対しての問題なんですよね。外から内に対しての問題ということなんですよ。つまり自己認知、自分がどう思われているかっていう、この思考の偏りをなくすことっていうのが、孤独から抜け出すために、まずは根本的な解決策の一つになるというお話なんですね。だからまずは対人スキルっていうものを磨いていくというよりも、自分が相手をどう考えているかっていうことを見直すと。だから意外と自分がどう見られてるかなとか、どんな風に思われてるかなってことを気にする人っていうのは非常に多かったりするんですけれども、私もその一人ですし、ところが自分が相手に対してどう思ってるかっていうことを考えたら、結構どうでもいいって思ってるケースってありません？それって他の人も同じなんですよ。他の人も結構自分のことどうでもいいとか、あんまり興味関心がないっていうケースは多いので、そういう自分が悪く思われている、マイナスに思われているっていう感覚から抜け出していくと、自然と自分は人から嫌われてるなとか無視されてるなっていうように通常感じてしまう孤独感っていうところから抜け出すことができます。ですんで、まずは自分が相手に対して思っているしがらみとか偏りっていうものをなくしていって、で、孤独感をなくして、そして健康的な体、幸福度の高い人生というのを歩む一歩にしていただけるといいかなというふうに思います。今日はシンプルにそのお話でした。ということで本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。